で、この場合の理事の最大化条件っていうのはですね、ちょっとさっきから君たちうるさいな。うん。これ結構重要な論点だよ。これ聞かなくて大丈夫。もうやる気ない方は出てってもらって構いません。集中してる人に対して迷惑です。あの、出てって、やる気ない人は。あれ？あれ、全員立って、あれ？ごめん、ちょっと待って。で、あるからして、この国民所得と利子率は、ちょっとそこの君、さっきからボソボソ喋って、何？これ全部理解してんの？これ理解してるからそんな喋れるんだよね。前で喋る。もういいや。君、私の代わりに抗議しなさい。そんだけ喋ってるってことは、前で喋りたいんでしょ？あ、来て。あ、来て。はい、では続きから。横軸の国民所得 Y と縦軸の利子率 R を用いて、財市場と貨幣市場の同時均衡を表します。これを ISLM 分析と言います。これ、ミクロ経済の中でも特に重要な論点となります。そして、この右肩下がりの IS 曲線と右肩上がりの LM 曲線ありますよね。この IS 曲線と LM 曲線の交わるここが、ありがとう。大変よくわかりました。素晴らしい。もうそれ以上言わないで。そこを私の思うんだから。ありがとう。もうどうぞ戻って。どうぞ。はい。来年からね、キャンパスが移転することになりますが、私全然荷造り始めてなくて、これからしようかなっていう感じなんですけど、あ、ティエナ子、この講義終わったらさ、一緒に荷造り手伝ってくれない？え、なんでですか？え、なんでって。嫌です。私は教授の家政婦じゃありません。 TA としての必要最低限のことはしますが、プライベートまでわざわざ干渉しないでもらってもいいですか？いや、ごめん。いや、そんな言わないでよ。学生たちみんな見てるんだからさ。そうですか。わかりました。ごめんね。それで、この無差別曲線が、じゃあそこの後ろの君。おーい。ティエナ子、後ろの子起こしに行って。おはよう。なんで寝てた？つまらないからです。つまらない？何が？前から思ってたんですが、こっち側のことを考えてますか？こうやって寝てる人とかを見て過敏に反応して注意してますが、教授の講義は淡々と一方的に説明するだけで、学生のことを本質的、客観的に見ていませんよね。だいたい人間は他人の話を90分ずっと集中して聞くのはほぼ不可能です。問題を解かせる時間を作ったり、挙手制でアンケートを取ったり、軽く雑談したり、ちょっと工夫することで人は簡単に90分集中することができると思うんですが、こんなオナニーみたいな講義、眠くなる方が至極当たり前だと思います。工夫ね。わかりました。はい。で、この情報の非対称性というのは、じゃあそこの君、さっきからペチャクチャうるさい。もういい加減大学生なんだから静かにしてもらってもいい。てか、なんでそんな喋ってんの？うるさいよ。あ、みんなこれうるさいよね。うるさくないと思うよ。手挙げて。あれ、みんな手挙げてる。え、うるさくない？え、うるさくないんだ。そうですか。いや、下げて。意外。
はい、ではね、チャイムが鳴ったので始めていきたいと思います。あ、その前に一番後ろに立ってるそこのあなたは誰ですか？私の講義にはあなたみたいな年齢の方はいらっしゃらないと思うんですけど、続けてくださいとかじゃなくて、そもそも私の講義は履修登録した人しか受けれませんよ。理事長？おー、理事長、あ、なるほどね。あ、わかりました。ではね、早速皆さん始めていきましょうか。今週もね、途中退出全然してもらってもね、構いませんので、はい、ね、いつも通り、トイレ行きたい方は行ってもらっても構いません。はい、